四字熟語の問題です、うん、思い立ってあることを成し遂げようと決心することを、うん、ほにゃほにゃほっき、え、ほにゃほにゃほっきするぞ、はい、と言いますが、うん、このほにゃほにゃに入る漢字二文字でございます、うん、お答えください。ほにゃほにゃほっき、まあね、ほにゃほにゃほっきはなさったことあるでしょう、皆さんね。何かをやろうっていう、こう頑張るぞっていう時の気持ちですね。それは思い去ったがなんとかの言葉と一緒ですかね。いや、一切一緒じゃない。記事術かなんかでしょ、はい、じゃない。はあ、ヒント出たらちょっとお坊さんの名前っぽいかもな。お坊さんの名前っぽい。ちょっとお坊さんの名前っぽいの言っていって。一休。一休、はあ。一と。一と。え？誰言っとった？お坊さんいないですか？もうそこ2級3級で言っとったらよかったんちゃうん、ボケで言うたら。そうですね。3級。いやいやいや、どっちの3級やねん。かぶしたんかありがとうってほんまに言うたんかどっちやねん、それ。何言うてんねんの ?3 級で。違う。あるでしょ？ 1 はつきます。1を出るよ。最初は1。1でお坊さんっぽい名前、もっとないか？一条発起。それ答えなんか？いや、違います。違うんか。一条発起、一条さんっていうお坊様いらっしゃるかもしれんけど。名字みたいな感じですね、うん、それだとね。さあ、もう行くしかないかね。もうこれヒントの出しようがないからね。はい。行きますか。行きましょう。一は当てるからね。はい。一、うん、は当てて何文字ですか？その、一とそこの次に漢字が一文字入って、発起です。うん、読んで4文字。すべて。1? 四字熟語なんでね。はい、ああ、そういうことか。さあ、行きましょう。一休さん見てた？見てないです。ああ、一休さん以外のお坊さんの名前って知らん？はい。わからった。仕方ない。じゃあもう答えていただきましょう。どうぞ！一丸城発起。何言うてんの？出たやん。四文字熟語や。一丸城？四文字入るんじゃなかったんですか？一丸城って何やねん。え？四文字入るんじゃなかったんですか？なんで四文字入んねん、そこに。一文字の一のケツになんで四文字入んねん。一丸城。一丸城発起ってお前。いつの時代の武将やねん。はい。そうですね。あ、やれへんが。一漢字で四文字はないですね。一漢字で四文字。お前言うてることが全くわかれん。一丸城発起。そうですね。はい。ちょっと非常に。援軍が来ました。一丸城ホッキー様の援軍がやってまいりました。漢字が、だから、その、だから、二文字で、か、よ、わかる？四文字な、四文字なんですね。そうですね。四文字熟なんかとこなんで、うん、漢字が四文字、読んで四文字。読んで四文字やで。読むっていうことやで。はい。な、本を読むの読んで四文字やで。はい。読んで4文字じゃないで。4つで4文字って意味じゃないからね。はい。一丸城。え、答え何だったんでしょうか？1年。1年 !1 年発起。あー、全然違かった。1年発起はちなみにどういう字？あ、もう字の説明も要請も。ね、一丸城。念ずるの。はい。めっちゃおもろい。何やったの、はい、さあ行きましょうか。セカンドチャレンジ。書いてもっとひらがなで。一丸城発起。第3問。9月に入ると、うん、トンボが飛んでいるのを見かけ、はい、秋の気配を感じますね、はい。さて、トンボの幼虫は何と言いますか？これは幼虫、はい、幼虫。トンボの幼虫はトンボとは言わないんです、はい、全然わからないの。はい、大まかにのやつですかね。大まか、大まかに。ヒントがここ書いてありますが、どうしますか？いいですか？どれぐらいのヒント？あ、もういいんじゃないですか。いいですか今。ちょっと今何や思ってんの？大まかに幼虫言ってんの？違う、お前、お前やめ。どういうこと？お前もうもうせえ、もうもう。お前もうもうしたやつやったるわ。それをお前動画で撮って。お前あのな、もうな、突っ込む言葉がないわ。
お前そんな大まかですよね。大まかちゃえ、大まか言うたら何でも許される思うな。大まかでも何にも入ってへんわ。大まかでどういうことですか。お前アホか。先週怒ったかもしれません。先週一丸上こうしたかもしれない。はっきりと大きい声で言いよったから。すごくいい発音でしたし、ね、そうですね。他人のものを利用して自分の利益を図るという意味のことわざです。人のほにゃららで相撲を取る、うん、人のほにゃららで相撲を取る、これはもう知ってるやろ。人の何で相撲を取るのでしょうか。言うたことはある、こういうのないです。言葉では、あ、言葉ではない、うん、でも意味は分かっている、はい、お、じゃあもうほとんど分かってる感じの。分かってるって思うけどな。大体、何で取るでも答えやけど、うん、な、一番上は？ど。違う。あれ？ちなみに言うて。人の土俵で相撲を取る。いや、別にええやん。大体その、大体人の土俵やろ、お前。倍土俵持ってる方が少ないわ。話してんねん。もう人の土俵、じゃあ違うから、相撲は何があんねん。舞土俵はないから。ふんどし。え？ふんどし。じゃあそれでいきましょう。答えどうぞ。ふんどし。正解。はい、おー、耐えた。土俵でお借りします。お借りします。大概相撲部屋以外は舞土俵ないから。全員一緒でした。よう出てきたね、ふんどし。びっくりした、危ない。でもね、ほぼね、相撲で何で取る言うたら、ふんどしか土俵、ってか、まずふんどしやんか。いや、ね、ま、回しっていう言い方。回し知りません、逆に。回し知らんわ。目上の人を激怒させることを、激鱗に触れると言いますが、この激鱗とは何の動物の鱗でしょう。鱗。さあ、目上の人、いや、それはあまり関係ないかも、うん、もうこれはノーヒントですよ。激鱗。ヒント、ヒント言おうか、はい、ヒント書いてあるんですか。書いてる。あ、はい、じゃあお願いします。架空の動物です。上野園に匹敵する絵出ましたね。鱗っていうから魚と思ってたら動物でした。動物。架空の。架空。誰が考えたんや。その動物を誰が考えたか。だいぶ遡るよ。ちょっと待って。さあ、行きましょう。答え、どうぞ。マントヒヒ。架空ちゃうやんけ。おるやろ。大群で走っとるやないか、お前。その一問。先日、自民党の総裁に選出され。もうタイムリー。おそらく、次の総理大臣になるであろう人物の名前をお答えください。見てたよ、フルネームね。いきなり政治の問題が入ってまいりました。ついこの間ね、ていうかついこの間やったしね、はい、そっから連日テレビで報道されてるよ。出てますね。今日のニュースでも言ってた。 今のニュースで、そうです、ね、今日のニュースね、言ってた。まず苗字から行こうか。そうですね、はい、今頭の中に何個文字が、文字があるのは一つ。あんないけんちゃう。何文字。二文字です。二文字ちゃうな。二文字。今ほんなちなみに何や思ってんの。菅さん。いや、それは前の。今の、まあ、今の。菅さんが辞めようとしてるってことですもんね。菅さんの次ですね。もう次になるであろうと言われてる。総裁になりはったやな、もう。そうですね。自民党の総裁にこの間選出されて決まりました。決まった。で、このままでいけば、次期、その方が総理大臣になられるという。今総理大臣は菅さんですけど。現在はね。現在は菅さんですよ。そっちの名前がちょっと強くて。いや、強い弱いは知らんけど。一番上だけヒントね。はい。木。無理やな。木。三文字。あ、名字ね。名字。名字ね。もう名字だけでええで。もうええわ。下の名前は。すごい柔らかくなってますね。もう柔らかくなった。はい、ものすごく。2回までチャレンジできるんですよね。2回までチャレンジできる。どういうことですか。1回失敗しても、もう1回チャレンジできるよということです、ね。ああ、そういうことね。はい、俺、2回答え言うんかな。どんなルール変更してくれてんねん、だけど。それはない。はい。はい。いきます。はい。
行くのね、大丈夫ね、行くの、行くのね、キーの3文字やで、はいはい、行きましょうか、行くねんな、はい、はい、行きましょう、それではどうぞ、木島さん、なんかもう聞いた、聞いたことあるテレビで木島さん、なんか聞こえた気がしましたけどね、私あの最近その自民党のこうやってはった、はい、なんやみんなで争ってはったのは知ってるね、知ってます、はい、もちろん、もう4人候補いらっしゃったやろ、4人、はい、今もうポンポンポンって名前言うていって、4人4名の、まあ、須田さん辞めたいって言って、まあ、記事辞めたいわけじゃないコロナに、あのね、YouTuber じゃないんでね、なんとかしたいっていうのはなるんでね、あのまあコロナに専念するので総裁選はちょっと私は、辞退しますいうので、まあ自動的にそうなるとね、うんうんうん、次の総裁が決まり、次期の総理大臣が決まるということで、ね、うん、そうそうですね、その4名が総裁の座を争ったわけです、争ってるんですね、はい、名字を言うていって。一人で。木島さん。はい。木島さん。木島さん。麻生さん。麻生さん。田中さん。田中さん。池田さん。池田さん。なるほど。この2ヶ月海外おったな、この2ヶ月ぐらい海外おった、日本のテレビ見てないんかな、ネットニュースとか。あれ、携帯踏みつぶして海外おった。携帯よく見てるんですけどね。あれ？なんで、河野さん。はい。聞いたことは？ありますね。うん。ほんで、野田さん。女性ですね。うん。高市さん。女性ですね。もう一人。もう一人。なった方や。木丸々文夫さんですね。木、なんとか、だーさんですね。うん。木、ん、だ、文夫さん。岸田文夫さん。はい。はい。いや、はいや、ね。このはいが。失礼しました、もん。5月の空に舞うのは鯉のぼり。では人気や評判が急上昇することを何のぼりと言うでしょうか。これはちょっと簡単ですわね。はい、もう待って、どっちや、ノーヒントやね、これはもう5月の空に舞うのは鯉のぼりです、うん、では人気や評判が急上昇することをこれの何のぼりという、どっちっていうことは2つあるの今、はい、もうヒントは出さないよ、2つ言うてみて、うなぎのぼり、右肩のぼり、さあそれではどちらを選んでいただくんでしょうか、う答えどうぞ、右肩上がり、上がりになってる、上りやの、上りや、右肩上りなんか言うそやけど、右肩上がり、上がりやな、え、今右肩上がりって言うことだ、問題ちゃんと聞いてなかったから悪いです、ね、何上りと言うでしょうか、うなぎ上りですね、それやったら、違う、聞いとけ聞いとけや、いや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 、うわー、嘘やろ、うん、合ってたのにね、一個ね、なんでうなぎ登りと右肩上がりになるの、ね、ほんで何登りって聞いてんのに、うわぁ、あーこれはもったいない、これもったいないね、これはミスですね、ちょっとケアレスミスですね、はい、ですね、はいはい、惜しいかったです、もう惜しかった、惜しい、でもまあセカンドチャレンジも残ってますから、まだ行けますか、大丈夫ですか、行きましょうか、行きましょう、行きましょう、もう、うん、総裁選で話題になっている自民党ですが、あ、まあ、総裁選終わってますけどね、総裁選はね、これちょっと前にいただいてますね、はい、まあ、自民党です、自民党ですが、自民党は略称です、自民党の正式名称をお答えください、これはもうね言ってもらうとしゃ、まあ、通常はこの3文字で政党法が表されてますけれども、はいはい、ほんまはちゃうんです、ほんまはもうちょっと長いんですよね、はい、どうする、うわ、政党苦手です、答えますけど、え、答えんの、お、ね、お、2個迷ってます、2個、まあまあ聞くだけ聞こうか、言うて、自由、うん、民主党か、うん、自由民主党、両方一緒ちゃうん、え、何、え、主か C です、自由民主党か自由民主党です、あ、C と主の違いってこと、はい、C か州で選んでいただきましょうか。二択か。さあ、というわけで。自由民主党は。まあニュースでもよくね。ねえ。聞きますよね。いや、でも、行きましょうか。二択やね。
この提供は自由民主党。この提供はなかなか。うちの番組のこの提供ちゃうよ。なかなか提供つかないよ。CM ないですか。ややこしいから。ややこしい。この番組がついてるみたいな。どえらいなお前。失礼いたしました。どんな番組しなの。待って待って待って。100% あなたたちの言う通りですって。どんな番組この提供は。さあ、行きましょう。 C歌手。行きましょう。どうぞ。自由民主党。どっち？民主党。民主党？いや、自由民主党。民主党どっち？ C。民主。ダメー、この提供は自由民主党がお送りいたしました。漢字ありますよ。漢字で書いたら C ですもんね。 C なんかどこにもある。何の C？ 漢字何？自由民主党じゃない。どういう字？自由は自由でしょ。自由でしょ。で、民わかんないですけど。民わかんないの？自由、みんなの民かな。みんなの民。みんなの民で市は民。あ、もう伊藤四郎さんやないか、俺ら。自由にみんなの民に、何々市みたいな。自由で、自由って書いて、みんなの民。民じゃなくて、みんなの民。に、神。で、みんなの民。ね、宇治。宇治。ああ、そうそうね。あの、みんなの民に、宇治って書いて、自由民主党やもてて。あ、市ね。何々市。だから。みなし党なのこれやったら。自由民主党か。まず漢字が違うからね。民主党やったらどうかもね。民主党、自由民主党って書いてみる。うん、自由は合ってるでしょ。合ってる合ってる。うん、民主、うん。民主。南のものやから、やっぱみんなの民主党、ね。民、うん。民。民で、主導権の主です。主導権の主。どうやって書く？主導権の主って誰やねんの。書いてみる。主導権の主を。主導権。うん。自分で言い出したやないか。民主党ですね。うん、はい。はい。はい。種はちょっと難しい。種子の種か。じゃあ、こっちのうまいやつ。うまいの海。うまい？うまい？ひ、カタカナの日に漢字の日？うん。自由にみんなの民って書いて、皆さんの皆さん書いて、うまみのうまいとかの、うまみの。党やって。自由民主党やって。みな主党やな、これ書いたら。はい。さあ、残念でございました。正解はこちら。民主党ね。どこどこ正解？民主党。民に。ことわざの問題です。何かがきっかけとなって、急に物事が、わぁとわかるようになることを、目から、ほにゃほにゃが落ちると言います。さて、このほにゃほにゃには何が入るでしょうか？聞いたことない。はい。途中まではちょっと目からって言われた瞬間、お、あれかと思ったけどちゃいました。何だったんだ。ちなみに何やった。目から鱗。さあ、答えていただかないとね。答えお願いいたします。どうぞ。ヒントもなく、まあ、目から、まあ、自分が思う、何々が落ちる、ね、はっと気づくわけだ。はっ、そうやったんやって。まさにその状態になると思います。そうです。今から。知らなかったことを知ってもらう、知った時に。そうやったんですかって。ってなると思います。はい。はい。じゃあ、それでは。行きましょう。今は何が言うて言って、今、自分の中、頭の中。目から鱗が落ちる。うん。うん、目から涙が落ちる。うん。目から目ん玉が出る。出るんだから、ね、落ちる。落ちるだから。出るってもう話変わってもってますか。目から何が出るの？その3つの中にあります。今落ちております。いきましょう。答えどうぞ。目から目が落ちる。違うわ。なんでそこ行ったんや。ほっぺたが落ちるやろ普通は。美味しいもん食べて目からほっぺが落ちる。違うわお前。どんな内側からえぐれて、お前内側からえぐれて目からほっぺ出てきたら気持ち悪いやろかい。目から何が落ちるんですか。結果鱗や。落ちとるわ今。嘘やろ。目からほっぺたが落ちるってどんな状況や。目から最後だったよね。目が落ちるって。そう。それも出るって言ったよね。出るって言って、それ違うわなって言って。なんで鱗とちゃう思ったんや。なんかテレビとかで目から鱗みたいなコーナーあったりするじゃないですか。ありますよ。だから目から鱗で止めてるから鱗が落ちるなんて思わないんですよ。いや普通それぐらいしか思い浮かべへんかった。それ言うやろ。くそ、そのまんまやったか。びっくりするわ。鱗が落ちましたね、今。鱗落ちたやろ。ほっぺ落ちひんかったやろ。はい。もう
ちゃくちゃやでこれほんまにね、うん、ああ第2問呼びかけた、ま、はい、前澤さんが日本の民間人として初めて滞在する ISS、 日本語で言うと何でしょう。 ISS、 はい、これ結構難しいかもね。これは略語ですもんね、 ISS って。まずそのね、うん、やねんけど、うん、そのまんま一回略語で一回考えてみて。今思いつくやつさあ何でしょうか。今思いついてるやつさあ、ISS、SS が何に変わるかよね、うん、言葉として。その、うん、言葉になります。 I は何か、はい、S が何か、はい、S が何か、ね、兵藤さん分かってるんですか。これ答え見せていただいたから。うわ、一回言うてみ、なんか思いつくやつ。英語でですか。いや日本語で言うてほしいね。 ISS とはですよね、うん、私は何言うてんの。私はってない。愛って私それ英語やんけ。英語に日本語、日本語にって言うから日本語に。え、お前お前お前のノリも初めて見たわ。使い方がわからん。これ使い方が違う。 ISS の、はい、日本語や。日本語私はじゃない。じゃあ愛は英語や。愛、お前どつくぞ。愛は英語ですよ、分かってます。私だろ、はい、日本語で頭文字。ああ、はい、ああ、なるほど。アイムみたいなことですか。アイムってじゃないな、これ難しい単語。単語3つの単語の寄せ集めと考えて、あ、はい、愛が1つの単語になってる。むずいよね、はい、これ、うん、S が一つの単語、S で組み合わさって、ほにゃほにゃ、ほにゃーという、うん、ことやね、日本語で言うと。一回言うてみんや。インター、うん、インター、うん、サファリ、うん、ステーション。どんな駅やん。でも近いとこも来てる、ね。でも全然違うわ。使う。追い詰められた人間が実力以上の力を発揮する時のことわざです。一緒じゃない。まるまるのバカ力。これはわかるやろ。ほにゃほにゃのバカ力。追い込まれた時に出てしまうね。そのもう自分がそんなもう力持てないと思ってる以上のものがすごい出てしまうっていう。何やったっけ。なんとかのバカ力。なんとかに当てはまるのは何でしょう。うわ、何やったっけ。2個言わせたるわ、ほんなんもうしゃあない。2個ノーヒントで2個。どこどこのバカ力から場所や。2個、はい、まずは1つ目、低底のバカ力。何言うてんねん。え、ちょ低底ってどこや。どこ場所。一番下です。底辺のことか。底辺。低底って何やねん。底底言うたらお前底辺のもっと底や。底底や。もう一個行きましょう。答え どうぞ。山のバカ力。ダメ。もう無理。どこですか。火事場。ウルード氏とはだいたい4年に一度訪れる、1年を1日増やして366日にする年です。ではその増える一日は何月何日でしょう。え、顔曇ってるで。ん？ん？もう一度言った方がいいですか。はい、ウルード氏とはだいたい4年に一度訪れる、1年を1日増やして366日にする年です。ではその増える一日何月何日かお答えください。これはもう決まっております。決まってる。決まってますよね。決まってます、うん、今頭にははい、一つあります。2月なんですよ。うん、で、それが、うん、2月は28までしかなくて、27までしかなくて、ウルード氏になると28日になります。で、答え違うよね。違います。うん、ちょっと待って。何それ今、何なのそれ。もう今答えだったの。答え違うよね。違います。今はなんか普通に喋ってただけだね。スタップ細胞は、スタップ細胞はありません。うるさい。ありますやろそこ。何やそれ、絡みぐちゃぐちゃやないか。それは違います。うん、ごく短い期間だけ権力や地位を得ることをほにゃらら殿下と言いますが、何殿下でしょう。天下か。天下。何天下だ。天下。ほにゃらら天下と言います。
やばいぞ。短い時間の権力。聞いたことない？おにゃらら天下。今パッと思うことまず頭で一言言うてみよ。地上の天下。何言ってるか分からへんけどな。まあそれは違うけど。漢字でいくと4文字です、ね。はい、4文字そんな入るんですか？いやいや、天下を入れてです。うん、おにゃらら天下って言えへんか？ごく短い期間だけ権力や地位を得ることを、ほにゃらら天下と言いますが、何天下でしょう？もう一個だけヒントやで。お願いします。数字が入ります。行きましょう。数字が入って、ほにゃらら天下、行きましょう。答え、どうぞ。行きましょう。短い期間です。短い期間。短い期間やで。行きますよ。数字入ります。行きましょう。答え、どうぞ。いちご天下。何数字1と5です。あ、両方ともに数字を入れてしまったんですね。1と5いうのは短い期間ってどういうことなの？1と5の間の短い期間。それを3日天下言うね。3日!3 日しか取らなかった天下ですね。それぐらい、それぐらい短いぐらいということですね。まあ、あっという間に。明智光秀さんとかそんな言われたりとかね。3日天下。そうですね。そのね、間違えるんでも、華々しく間違えてくれへん。え、こいつ何言うてんの、ファン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 ってんじゃなくて。日付でしたね。はい。なんちゅうた今。いちご天下です。1と5です。はい。いちご天下。はい。1日と5日の間。惜しかったなぁ、はい。もう倍にしてこられたらね、3日天下やったんですけどね。だ2つとも数字が入る思ったんやね。はい。1個でした。学ぶ1個でした。はい。学びますね。数字って言われて1個。どっちか1個。はい。今ちょっと、あれ、お前のヒント悪かったで、みたいな。いやいや、全然悪くない。両方に入るみたいな感じ。何日と言ってくれれば私分かったんです。なんでそこまで言わなあかんねんの。ことわざの問題です。その道の達人でも、時には失敗することがある、という意味のことわざは、工房にも、はい、筆の、ほにゃほにゃほにゃ。ああ。なるほど。工房も筆のほにゃほにゃほにゃかな。はい。実際どうです、どっちかです、どっちですかね。工房も筆のほにゃほにゃほにゃ。その、うん、工房、筆の。筆の。の。後を答えて。後を答えて。後を答えて。はい、いきましょう。どうぞ。聞いたことありますか、前半は。工房も。ちょっと聞いたことないですね。その道の達人でも、時には失敗することがある。という意味のことわざ。工房も。工房も。はい。筆のほにゃほにゃ。ほにゃ工房。これ工房大師様の話なのかな。そうです、そうです。うん、で、すごく字が。字がお上手なんです。ね。うん、ねで、常に筆を持ったらもう、はい、ほんまに天下一品の字を書かはるんでございます。はい、で、先ほどの説明、うんうん。その道の達人でも時に失敗することがある。はい。ということで、工房も筆のほにゃほにゃほにゃ。聞いたことない。はい。何やもう。だいたい今思う。工房も筆の歪みあり。歪みあり。あ、まあまあまあ、ね、そういうことですよね。着信ありみたいな言い方してくる。怖い映画始まるのかな。だから間違えてしまうという。そうですね。うん、もう行くでヒント。もう音、これ聞いてることがあれば、はい、一文字言うたらね、その音で思い出すかな思うけど、聞いたことないっちゅうんやけど、工房も、筆の、あ、筆の、あ、筆の、あ、続けてみ、一回。答えじゃなくて、筆の、あ、ほにゃらら、筆の、当たり、外れ、違うじゃん。何言うてんの間違えてんよ、当たった。当たった間違えてんよ。もう、工房も、筆の、あや、まり、いいですか？過ち。どっち？さあ、どっち？工房も筆の、過ち。え？なんでや？なんでや？なんで、過り言うてからなんで別に、過ちに変えたんや。
なんででしょうか。なんでだろう、なんでだろう。二択を外してしまう。にね、なんでだろう。答えを言っていたのに、ちって言ったの、なんでだろう。言ってほしいね。わかりました、この原理が。はい。あの、二択になったとき、思ってる方を言っちゃダメっていうのがわかりました、今日。はい。それお前あれやないか。浜田さんがやっていらっしゃるお前。はい、あの、A と B の、こっちが当たりちゃうか思った方の逆選んだら正解ちゃうっていうやつやないか、お前。正月とかに。そのまま。茶の間で言うやつや。はい、おい、お前、頼むわ。ほぼ答えやんか。はい。で、言うてたやん、正解。はい、言うてました。はぁ。あー、もったいない。これはもったいない。ほぼヒントどころが答えやろもったいないもくそもないという、本当に。あや、ほんまに。まあ、行きましょうか、はい、もう気を取り出して、セカンドステージ。謝り。はい。セカンドステージ、こちらですね。岩戸が花鈴さんからいただいた第一問。昆虫が、さなぎから、成虫になることを、何と言うでしょうか。はい、これは聞いたことあるでしょうね。何とかするって言いますもんね。うん、ただそれが分かっているかどうかというところが問題。昆虫がさなぎから成虫になることを何と言うでしょうか。さなぎから成虫になるってことは、はい、さなぎから蝶々になるみたいなことですよね。まあまあそうやな、うんうんうん、なんていう、ちょっとわかりました。おお、ちょっとわかるって何やねん。何パーセントぐらいわかってんの。 30% です。うん、ほんまにちょっと、うん、何文字何文字。3文字です。違う。えおえ今 10% ぐらい戻った。はい、なもうゼロじゃないですか。もうゼロ、ゼロです。何や思った。脱皮そうだ、ピアホ。さなぎ。ちゅうのみたいな言い方すんの。脱皮して蝶々になるじゃないですか。脱皮じゃないな。一問。揉め事の後は、かえって良い結果や安定した状態を保てるようになることの例えです。雨降って、ほにゃらら。と言いますが、ほにゃららには何が入るでしょうか。聞いたことは、はい、多分普通に考えたら分かることですね。もうドキドキすんねんけど。普通に考えたら分かること。まあまあ、さっと言ってみよう、今回はな。せっかくですから、もう、うん、はい、いい感じですね。じゃあ行きましょう、はい、どうぞ。雨降って虹が出る。え？立ち上がる。みたいに立ち上がりましたね、上野さん。今危機一髪みたいに上野さんが、はい、黒ひげ危機一髪の黒ひげさんみたいにプスって刺されたとき、上に飛び出たね。っさっき見えへんかったのに急に出てきた。え、雨降って虹が出る。はい、いや、ちゃうやんか、そのちゃうやんか、やっぱ それそういう時もあるよ、はい、雨降って虹が出る時もあるよ。ある、いや、あるよ、あるよ、あるけど、うん、いや、さ、あのね、宇野さんが言ってた、聞いてた、はい、そのあの、揉め事があって、ね。はい。で、いい結果や安定した状態を、雨降ってほにゃららっていう、それはことわざ。ことわざですね。はい。ことわざ。はい。ことわざで、雨降って虹が出るって聞いたことある？ないんですか？ないんですか？逆に。ないよ。逆に聞いていい？あるんですか？ないです。なんで言うたんや、お前。そら、お前、危機一髪なるわ。上野村の、黒マスク上野村の危機一髪。はい。いやー叫んでた。叫んで床から飛び上がったよ。はい。これはなる。それはなるわ。似た言葉ですか？雨降って虹が出るみたいな。固まんねん、なんかが。雨降ってほにゃらら固まるやん。何ですか？雨降って地固まる。ああ、そうそう。地エンドみたいな発音すんだ。これは、腰抜けんな。いや、結構いけますよ、私っていうのはお顔されてましたね。あれしかないって言うから。あ、もうほら分かってるなって。ことわざやったんか。なんか、ことわざですみたいな問題の時たまにつくじゃないですか。いや、ことわざやろ、大体。何の言葉やねん、それやったら。なんで、宇野さんが急に思い述べ出すねん。ね、違うやん。こういう4文字熟語はとか問題についたりするのに、今回ついてなかったんで、これは
ことわざですみたいなのついてなかったんで。それが必要なのね。ほぼお前、わかるやろ、いう話。ちょっと待って、ことわざですってついとったらわかった？雨降って、あ、ことわざかってついてても。結局なんて言うてた？虹が出る。言うとんやないか。イエーってまた向こうでお前、飛び上がってお前。メルヘンですね。メルヘンですね。メルヘン松井メルヘン何やそれお前。最近よく聞く言葉で、二酸化炭素などの排出量を減らし、脱炭素社会を目指すことを何と言うでしょう。これはちょっと簡単な引いてもだ。ああこれか。どういう、どういう思ってたのとちゃう答え。これが答えね。どれが答えか問題です。行きましょう。とりあえず答え。ちょっとさあ時間がない。はい。答え。NH2O。何だ。え？違うやん。もうちょっと盛り上がってから。え？え？何？答え結局。NH2O。はい。何？H2O って酸素ですよね。二酸化炭素。うん。え？え？いや違う。答えは？答えこれやろ。答えどれやったんですか結局。答えをじゃあ兵頭さんお願いします。はい。答えお願いします。カーボンニュートラル。え、じゃあね、その、間違える云々じゃなくて、はい、なんやったん今の。ここまで引っ張って。NH2O。ドゥーってドゥーって言うて。変な間で、NH2O! ドゥーってドゥー。ペペ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 。難しかった。めちゃめちゃ聞いてはる方も何が起こったか分からない前に終わったね。でも今聞いてる方は、はよ問題言うて思ってるかもしれない。終わったかどうかも分かってない、ね。魚編に。うん、里と書いて何と読むでしょう。この辺だね、微妙やね。里山の里ですね。はい。魚辺に書いてください。里と書いて、さあ何と読むでしょう。自信のほどは半分です。ああ、今頭に描いてる答えは何文字？2文字。ああ、まあでもいけると、ね、いけると思うかな。はい、いけると思います。いけそうやな。はい。さあ行きましょう。答え、どうぞ。あゆ。あい。やっぱあかんねんて。やっぱあかんねんて。2文字だけど。2文字。え ?2 文字だけど。あゆは違うやんか。あゆは魚辺に占うやな。うわぁ、ちょっとなんか似てるなとは思ってたはいたんですけど。他は？他。あゆ以外ですか？うん。サバ。サバ、うん、二文字やもんね。二文字、二文字の魚を、うん、はい、タイ、タイ、よくありますかこの魚は。よくある、よくある魚。あ、まあ、でも食べのはしない。池におったりします。フナ。違うわ。よくおるか。フナ変わるんですね、それをね。餌あげたりするやろ。コイ。はい。あ、食べられへんやつやった。食べ物は食べれるけど、そこまで頻繁には食べる。メジャーではないですけど、うん、食用としてももちろんございます。ごめん、一個だけ注意して。はい。息って、分かりますよ、ね、はい、やめてくれ。だって、自分の中では分かってるんですもん。そりゃそうだ。はい。自信は何パーやった今。50% ですけど、なんか2文字って言われた瞬間も 100% になりました。なるほどな。結構2文字が多かったね。サバって言われた時もどうしていいか分からないです、私。わあ、しゃあない。聞い取り直して。自信が要注意ですね。ね、うん、セカンドチャレンジでございます。はい。関西の四大難関私立大学である、関関同立、うん。この四つの大学名を、それぞれ正式名でお答えください。四つともやで。これ以前、だいぶ前にありましたね。同じ問題だった、同じような問題はありましたね。その時は答えられなかったと思います。一個がね、ちょっとね、うん、難しい。ちゃんと知っとかんと。関関同立。まあまあ。はい、お、いけんの？ちょっと、ちょっと自信ありげです。はい、ちょっといけるかもしれない。あ、でも一個やばいな。はい、いけると思います。じゃあ行きましょう。ヒントなしです。はい、まずはどこから行く？
カンカン同率。カンカン怪しいんで。カンカン率からで。率、はい、どうぞ。立命館大学。はい、すごいすごい。はい、正解。うわ、カン。1個目のカン。1個目のカン。1個目のカンね。関西大学。おお。正解ですよ。あと2つよ。ここの2つ怪しいけど、もう1個目のカン。もう1個目のカンいくかも。いや、どうにしましょう。どちらでもいいですよ。どちらでもいいよ。好きな方がいいよ。どうにします。どうにする、はい。同志社大学。おお、すごいね、すごいね。あと一つ。これが最大の難関になってくるよね。うん。うん、どうぞ。関西大学。いいですか？残念。関大関学って言うやろ。はあ、関西学生大学。違う違う、みんな学生やねん。みんな学生や。え、どう学生が通うねん。え、何ですか名前。関西学院大学。まあ、学院大学。国連の機関である世界保健機関の略称をお答えください。ニュース見てたら出てきますよね、結構ね。はい、国連の機関である世界保健機関の略称をお答えください。アルファベット3個です。なのかな、うん、さあ、聞いたことある？はい、いけたと思うんですけど。いけたと思う。はい、3文字やろ。はい、アルファベット3個。3、こう言うねや。3文字、はい。さあ、それでは行きましょうか。もう行きますね。ヒントも出さず行きますよ。行っていいですね。それでは行きましょう。答えどうぞ。 IOC。 はい、というわけでダメです。オリンピック、オリンピックのね。もうね、本当になんで3文字にするかな、オリンピックもね。国際オリンピック委員会と間違えました。 IOC ということで、世界保健、うん、WHY。 おうや、ホワイホワイホワイジャパニーズピーポーホワイ操るポーンWhy? Why? 操るポーン。何やそれ。 WHO、 Who でしたね。え、 Who? はい、なぜ、なぜの方でした。 Why? 世界保健機関、お前薄切りやな、お前の場合。なぜ、お前芸人としては薄切りやわ。厚切りにならない、厚切りやけど、厚切りにならんとな。はい、ポーンはやっぱ薄切りやわ。はい、安いな、安い。 50g、 50g ぐらいの安さやね、薄さやで。お手頃でした。お手頃、ワオワオやろか。地形の名称で狭い湾や入り江がノコギリの歯のように複雑に入り組んだ海岸のことを何海岸というでしょうか。はい、これは社会とかで出てきてるんよな、地理とかでね。中学ぐらいで習うんかな。はい、中学、ちょうど今ね、中学2年生1級がこれ、この間テスト出てますから、これ。ああ、そう、中2です。さあ、それでは行きましょうか。海岸ね。はい、もう1個だけヒントね。ホニャララ式海岸、聞いたことないか。ホニャララ式海岸、もうそれになったらそれ一つしかもう答え出てこないですね。なんとか式海岸。ホニャララは3文字いきましょう。3文字、ホニャララ式海岸。頑張れ。さあ、聞いたことがあるんでしょうか。ホニャララ式海岸、3文字でございます。それでは答えをどうぞ。いびつ式海岸。ギザギザやからな。はい、いびつっちゃいびつやな。ガチャガチャしてるな。はい、あのリアス式海岸。リアス式海岸。毎年1年の世相を表す漢字が発表されますが、今年選ばれた漢字は何でしょうか。あ、もう発表されたんや。もうニュースでもう連日やってましたね。今年1年の漢字発表されたんですね。発表された。はい、されておりますね。見てないな。されておりますね。もうニュースで、その日はもうガンガン映像が流れて、あの清水寺のね、森貫主が。今年何があったか、
今年の印象的なこと考えてやん。行事がね、どんなことが、うん、大きな、こう。言うてみ、ね、なんかあったなっていうのを。楽しい行事ですか？いやそこはまあ。はい、オリンピック。はい、で？うん。まあ、岸田さんに変わったこと。うん。うん、で？楽しいことですよね。楽しいんか岸田さんに変わって今年起こったことでええがな。楽しいで縛ったおかしなるがな。え？わからんかった？そうですね。うん、まあまあ楽しいことですよ。ということは、そのどっちかですよ。どっちか。そのどっちかにまつわる言葉ですよ。一文字ですもんね。うん、そうです。漢字一文字よ。さあ。はい。どうしよう。ねえ、だろ、もう、な、一問目からヒント出しときましょうか。オリンピックです。ですよね。はい。オリンピックで一文字と言えば！参りましょうかね。行きましょう、はい、答え、どうぞ！東！え？東京の東って。あ、それか！東京の東か！なんでそんなん清水寺で書くねん、東って。清水寺で。一文字だから。日の出の日本の2！日の出の日本の 2、はい、日本の2って何ねもうね、かぶせるやつかぶせるやつがえぐいのよ。もうあれやろ、オリンピックといえば何やねん。オリンピックといえば聖火ランナー。違う、聖火ランナーから始まるやろがいな。始まったら何やねんな。開会式。開会式、分かっとるわそれなんでね、えらいお坊さんが開会式って書くねん、お前。一文字。一文字やっちゅうてんねん。一文字で表せるやつあるやろ、オリンピックで。みんな何を目指す？そうやん、もう。それで分かったやろ。優勝の優！違うっちゅうねん。お前な、ほんま、わざと外してへんか。優勝っていうカテゴリーないやろ。優勝は何ですか？なんやねん、何もらえんねん。メダルです。ほんななんや。そうや。やっとたどり着きました。遠回りしすぎや歩いたね、急がば回れでしたね。急がば回れ、回りすぎや。うわ、なんて東言うたんね。東京の塔だね。オリンピックで、はい、東、だからオリンピックといえば東京で開催された一文字しか言えない、では今日ではなく塔だな、はい、東、はい、ということでしょうね。途中で開会式の出てきましたね、優勝とか、はい、日本の2って日本の2テレビも見ないといけないんですね、やっぱり。お前ね、ちゃんと。ていうか、まあ、ニュースを見ないとあかんな。そうですね。やっぱな、はい。ネットニュースでもね、出てますからね。はいはい。さあ。2問。先日、はい、第101代の内閣総理大臣が決まりましたね。はい、では、第101代内閣総理大臣の名前をフルネームで答えてください。まあ名字は分かってるよね。さっき言ってたから。そうですね。下の名前ですね。問題は下のお名前でございます。はい。結構この方フルネームで自分のこと言いますもんね。でも結構言い張りますよね。ね、うん。はい。名字は岸田さん。はい。合ってますよ。今思ってるの言うてみて。岸田義三。急に昭和のだいぶ前半の感じ出ましたよね。やったっけ。どっから出てくんの義三って。でもまあ昔ながらのお名前ですよね、うん、まあ、ね、音的にはね、うん、はいはい。岸田、うん、何やったっけな。何でも思いついたゆえ考えても。はい、岸田翔一。翔一。そして惜しい。惜しくはないですよ。惜しくない。はい。なんで惜しいと思ってん、適当に言うだけ。岸田。うん。たける。たける。絶対ちゃうな。絶対ちゃう。もうちょっと昭和感あるやつ。岸田。うん。信義。信義。来ましたね。なんでそんな自信満々で、信義だけ。信義って言ったんかわかりませんけどね。岸田信義の入場ですみたいなね。どこに入場してくるんでしょうか、信義はね。フルネームか。これはでもちょっと出にくくないですか、名前は。イニシャル、K、岸田さんや、K やね。KF。KF。岸田文雄。おー、正解。なんで急に。なんで急に。イニシャルでなんで。F で急に正解
回の音がびっくりして僕らがいきなり言うからありがとうございます。文雄様、はい、やっぱ F と来たら文雄なの。いや分からない、はい、なんか過去に出てたのが記憶にありました。怖いわほんま、思い起こしたからパーンとね、来たね、過去を蘇ったね、まあ2問目ということですけど、ね、さあ行きましょうか、ポンポンと。またやん、え RR、 あいいですか、うん、いやまあ同じ方はいっぱい聞いてるけど、まあ、ありがたい、聞いちゃってるもん、そうそう、うん、RR からいただいた第3問、うん、みんな潜ってね、歴史の問題です、もういいよ歴史の問題です、はい、難しかった。日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師は誰でしょうか、うん、ポンちゃん頑張ってやとメッセージもついてます、ね、ああいいですね、 RR さんです、 RR ね、はい、どうもありがとう、皆さんもお待ちしておりますよ、 RR もまだまだお待ちしておりますよ。日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師は誰でしょうか。まあ、僕ら世代で言うたら社会のね、あの歴史書によく載ってますそうですね、顔も浮かびますね、あ独特の髪型の方ですかね、なんか皆さんそこにピュピュピュってね落書きしたりとかまあしてましたけどね、バチ当たりなことですけどもね、うん、頭すんごいこう真ん中がハゲてはる、ハゲてはるというか表んのと違うかった、表んのと違うかった、表んのは何でした、マリア様、マリア様、だいぶもう 初期の方初期初期ね、うん、お母さんになってしまいますんでね、よう言えますよね、うん、ちょっとこう斜め上見てね、うん、ちょっとこうやられてる写、あの写真というかまあ絵ですわな、向こう昔でいうこう、わかりました、じゃあ行きますよ、はい、音楽もされてない、ザビエル、はい、おお、ザビエルさんです、その前を答えてください、もうこっからヒントなしです、ザビエルさんの前、ほにゃららザビエルさんです、ほにゃららをお答えください、どうぞ、フランシスコザビエル、やったやった、やったー、ありがとうございます、知るな、多分わかる、それはわかるそれはわかります、マリア様言ってた人ですよいや多分何かの一つの文字のきっかけで、エグですね、さっきも F って言った瞬間踏みようってすぐ言いますし、うんうん、次からノーヒントです、もう4問目に入りますから、次からのヒント、トントンと来ております。さあ、どれ行くかな、これ行きましょうか。こちら、東京都、塾おけさんからいただいた第4問。これいけんじゃん。早くもクリスマスの飾り付けを始めたポンさんに問題です。うん、はい、クリスマスの英語のスペルを順に言ってください。間違えないように、これは俺は無理やからね、言ってください、うん、今度逆にしてもええな、俺が答える側まあって一回な、俺も大概ポンのこといじってるけど俺も大概知らんことばっかりやからね、じゃあ大晦日にやっちゃう、大晦日にやってもらった一回ねさあそれではまあ大文字小文字とかまあ置いといて、はい、そうですよ、はい、もうあのアルファベット順番にクリスマスと、ちょっと待ってよ、待ってくださいね、え、これ短い方、クリスマスで2個書き方ありますよね、 あのちゃんと正式な方でお願いします、うん、短い方でなく略さずにお願いします略されても M クスマスダッシュみたいなのやめて、はい、X やめてください、 X、 X 最初やめてください、はい、それではいきましょうか、まず1文字目 C、 正解、ほ2文字目 H、 正解、こっからですね、はい、はい、じゃあこっからがどっからか知らない、俺らの下の、ま、1問目からや、はい、CHI ダメー、ええー、もしいいね、その次だったそれはねえチリチリスマス歴史の問題です、これは義士というもんですか、うん、義士、義士、義士ですね、義士偉人、和人伝だ、義士和人伝に記された女王卑弥呼が治めていたとされ、3世紀頃の日本にあった国を何というでしょうか、卑弥呼イコールの国ですね、よう聞きますけどね、うん、私も一瞬義士和人伝がどうやったかなって読み方になってしまいましたね、これだけはねヒントの出しようがないねんな、女王卑弥呼が治めていたとされ、3世紀頃の日本にあった国を国なんと言うでしょうか、国ってなります最後、ホネララ国、読み方としては、うん、そうですね、ホネララ国、はい、
シーズン8なので少し難しいかなと思いますが、コンさん頑張ってってメッセージがついております、うん、RR さんの問題です、はい、さあひみこさんイコール、うん、まあまあひみこさんといえばこうこの国ですよね、うんうん、で使います。え使う。さあいやこれ余裕あるやろ多分。これ全然知ってるよ。えっていうのはこんなんで俺使うのっていう上野園が、え使う俺もう。今はもうない国ですもんね。ないなないな。今日本やから。今はもうない。今はもうない国。新しい連載始まんのかなもね、漫画でね。今はもう日本やもん。ほにゃらら国やん。ほにゃらら国。なんか今思いついてるやつ言うてみんな。ええー、キノコ帝国。キノコ帝国。いや違う、思いついたこと言え言うたからね。はい、国がほら、国がつくよって言ったから、うん、それに頑張って結ぶ。帝国なの、キノコ帝国。帝国か。ね、うん、キノコのね、住人たちが今走り回ってますよね。まだ、もう一声。何々国ですよね。うん、はい。何々国、まあ、船で渡って行ってた国ですよね、昔。あったっけな。船で行ってて、それ、まあ、日本の中にあったからね。さあ。ああ、わかりました。ああ、来た。じゃあ、降りた。あ、降りたね、今。降りた。今、もう、顔が。って言いましたから。顔が変わりましたね。顔変わりましたよ。びっくりしました、今。ねえ。はい。目見開いたところで行きましょう。答え、どうぞ。大和大国。惜しいなぁ。もうめっちゃ近いやん。近いなぁ。わざと入れたんか、その一言っていう。大和大国って言ったよね。一個いらないです。そんな感じ。大和国。いや、もう一声。大和国。減っとるやないか。え、どこ？もう一声で減らむちゃくちゃ削ったやん。大和国。大和大国。党がいらないですね。党はいらん。山国と。党入れたの。党入れた。山国と。山と大国の山。うん。党抜いてください。抜いたら山国。なんで最後山国なの。山大国。山大国。うん。うわぁ。山大国。そうやろ。降りてきた降りてきたんですよ、神様が。だから、機械よ。だって、ほぼなんですけど。だから、頭、神様も頭から降りてきたみたいですね。なんか、ガチャシャってなって。変な塔入ってる。塔いらんのか。キノコ帝国っていうのは何なんですかなんか、アーティストにいたようなキノコ帝国っていう。ヤマト大国もなんか歌でなかったですか。ああ、ヤマト大国みたいな。いやいや、北の国から引っ張られてるからね、オープニングの。なんかあった気が。だいたいそれ甲子園の最後の音楽だよ。ああ、って富岡さんがよネタでやってるやんか。ちゃんちゃかちゃちゃんって言いまんねん。って富岡さんがずっと漫談でやってはったわ。あった気がする。ちゃんちゃかちゃちゃんで終わりまんねん。って違ったか。違ったか。はい、そう来るか。何それ。はい。山